はい、今日はね、紀州みなべロイヤルホテルに泊まりに来ました。もう最後のね、正月休みなので、今日満喫したいと思います。ではチェックインしますね。おお、広いな。部屋の方に入りたいと思います。これ7階のお部屋です。717。おお、結構あれやな、奥行きあるな。こっち722、違うね。お部屋入りました。すっごい広い部屋。はい、息子何してんの今。DS? たーちゃんはあれ、たーちゃん何してんの。誰がうんこやねん。いや、しかし広いな、お部屋な。でも、部屋広いわ。ここの2段階は普通のベッドで、これはここがソファベッド。あ、普通やね。普通のユニットバス。ん、あ、冷蔵庫な。あー、すごいわ。いい部屋やね。ほんま広いな。さあ、今から晩ご飯やで。どこやね。あ、結構多いな。ビール飲み放題。ビール飲み放題。ビール飲み放題。飲み放題ちゃうね。あ、これで。はい、行こう。プレート持って行ってって。あ、やっぱ多いんかな、やっぱり。あ、ちょっと待って。うわ、なんかすごいな。うわ、なんかすごい。あれどこ座る？あれどうなってんのこれ？どうなってんだ？どうなってんのかな？あ、すごい中華風やね、ここは。おお、すごい。ここが牛肉？うわ、すごいステーキや。おお。焼きそばに春巻きに唐揚げ。こっちは？あ、お造りか。カツオに冷やしうどん。サラダ。おお、すごい。うん。わ、すごいすごい。すごい。クエ。あ、メカ。おお、すごいな。こっちは？そうなんだ。はい、それでは晩ご飯いただきたいと思います。なんでこれに座る？サラダに、そばに、天ぷら、カツオ、スペアリブの中華風の唐揚げに、豚肉、チャーシュー、サーモンの作りに、ステーキ、で、お寿司。すごいね、これ。ごちそうですよ、これ。はい、息子は？え？息子、焼きそば。
そばとパスタか。はい、マオさんとタクちゃん、はい、じゃあいただきましょうか。